黒牛の下は、カレー木、牛の下科に属する魚類の一種。高級食用魚として知られる下ビラメ類の仲間で、単に牛の下と呼ばれることもあるほか、靴底、原彫など多くの地方名を持つ。黒牛の下は、日本から紅海、東、シナ海、南シナ海にかけての沿岸部に生息する海水魚である。水深二0から十五メートルの砂底底で暮らす低生魚で、 甲殻類や貝類を主に捕食する。死魚は浮遊生活を送るが、産卵から死魚儀、また変態を果たしてから制魚に至るまでの過程は、すべて同じ沿岸域で完結するとみられている。体長は最大で35センチメートルほどになる。目は体の左側にあり、非常に小さい。背びれ、尻びれは黒色だが変炎は白いこと、唇に髭状の突起を持つことが、 他の下平める類との間別点となる。ヒレには、トゲ状がなくすべて軟状で構成され、背びれ、尻びれのヒレ状は、それぞれ105から119本、84から97本。側線はよく発達し、水骨は41から44個。食味はよく、底引きも、低地毛などで漁獲される、水産重要種である。煮付けや、ムニエルなどにして利用され、 下ビラメ類の中では、赤下ビラメと並んで、市場での流通量が多い。ありがとうございます。